これこいつ、昨日ミスター X って電話してきて、おい、あたおか聞けとか言って、こいつ舐めてるっしょ、マジで。あたおかって何の略なの？あたおかって何の略なの？皆さんご存知ですか？あたおかって何なの？あたおか。あたおか、意味、由来。あたおか。頭がおかしいを略した言葉になります。特に変わった使われ方ではなく、頭がおかしいのではないかと思ったことに対して、あたおかじゃないかといった形で用いる略語なのです。完全お前が頭おかしいだろうっていうね。あの、ミスター X ね。うん、よかったよ、その。俺が電話したんじゃないし、ね、ミスター X っていう人間に、俺が電話したんじゃないから、自分で知名度を高めたいみたいな感じで俺に電話してちょっと潰されたみたいな感じだったから、あの向きになっちゃった。これもこのパターンも俺何回もあの体験してるからね、あの内藤豊とか大関とか荒とかね、行地とか何回も相当いっぱいの人間にそのパターン食らってきてるから、別にそういうのない。あのビビっちゃダメじゃん、ここは。